ポンです。あのね、今日はね、お散歩に来たの。朝のお散歩をしてただけだから。今日はディズニーハロウィンに陸上部の友達と行ってきます。トイストーリー4のギャビーギャビーのDハロのコスプレをしようと思って、一旦家で YouTube のためにこれに着替えてから、また私服に着替えて、でまたディズニーで着替えるっていうめちゃ面倒なことするんだけど、ギャビーギャビーのヘアメイクを今日は撮っていこうと思うので、よかったら見てください。そしたら次はこのディオールのファンデ。もうこれね、全然ない、全然ないって言いながらずっと使ってるんだけど、見て。ガチの全然ないやつ。やばくね？そしたら、この韓国のやつかな、シェーディング、顔周りをファファファってやっていく。そしたら次はチークなんだけど、最近知った技なんだけど、このシェーディングとチークをちょっと混ぜて、ほっぺに塗っていきます。なんかね、韓国でこのシェーディングだけをチークとしてほっぺに塗ってる人がいたの。私韓国サランヘマンだから、すぐ真似しようと思って、なんか多分ね、ピンクだけだと甘すぎるから、チークのブラシにシェーディングを取って、でピンクも取って塗っていきます。これで合ってるんかな、なんかあんま分からんけど。そしたらアイシャドウはこれ、お、ちょうどディズニーじゃん。ローズのパレットでオレンジ色塗っていきます。上にやったら次下も。で、下はこのキャンメイクの一番赤い部分を取って、下まぶたに薄く塗っていきます。そしたら、このサナエクセルの一番茶色い部分で、まつげの部分を塗っていきます。なんかブラウンのアイシャドウ塗った時が一番目元が変わると思うんだけど、みんなどう？女の子よかったらどの部分を塗った時が一番顔が変わるか教えてほしい。そしたらケイトのダブルラインフェイカーで涙袋の影描いていきます。あと目尻のところもちょっとシュッて描く。待って、ノーズシャドウするの忘れたし、ノーズシャドウ消えたんだけど、もう最悪。なんかいつもノーズシャドウなくなるんだけど、マジどこ行った？ノーズシャドウの呪いにかかってるんかってくらい、いつもノーズシャドウなくなるの。まあいいや、アイシャドウでいいや。なんとかね、シェーディングとアイシャドウで描いたわ。じゃあこれなんだっけ、エチュードハウスのキラキラをまぶたに塗ります。そしたらエチュードハウスのキラキラを涙袋に塗ります。全部エチュードハウスのキラキラ。そしたらラブライナーでアイラインを引いていきます。じゃあどっかしらのドラッグストアで買ったビューラーでまつげを上げていきます。そしたらこの私激推しのキャンメイクのマスカラ下地のブラック、マジでいいからね本当に。これ自体は下地なんだけど、これは下地としてじゃなくて普通にマスカラとして塗る。はい、マスカラ下地塗った。これマジやばくね？見える？ガチやべえ。超伸びる。まつげが。そしたらこの 3C の大粒のキラキラを涙袋に塗って完成！そしたらギャビーギャビーちゃんはツインテールだからツインテールにしていきます。ちょっとマジでやばいんだけど時間がない。遅刻だわこれ。
ばくね、こんなツインテール。だね、毛先だけちょっとくるくるって巻いていきます。そしたらじゃーん、この衣装の裾が長かったから切ったの、それをつけて完成。はい、完成、イエーイ。じゃあディズニー行ってきます。マジで時間やべえから高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ、行ってきます。